JR によりますと、これまで特急列車の座席指定料金は、通常期、繁忙期、閑散期の3段階に分けて設定していましたが、繁忙期の中でも特に乗車率の高い再繁忙期を設け、4段階とすることにしました。再繁忙期とされるのは、旅行客や帰省客で混み合うゴールデンウィーク、お盆、年末年始で、料金は通常期の400円増しとなります。県内では東海道新幹線と一部の在来線の特急列車が対象で、4月から適用されます。JR は乗車日をずらすことで混雑を避け、快適な利用をしてもらえたらとしています。